Bonjour tout le monde, online France語学校 Ensemble en français 講師のジョセフです。今日もとっても役に立つフランス語の表現をご紹介したいと思います。皆さん、ワインお好きですか？ワインの入ったグラスとワイン用のグラス、ほんのちょっとだけ言い方が違いますが、わかりますか？では、ワインが入ったグラス、 un verre de vin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 、 そしてワイン用のグラス、un verre à vin、 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 deux taux à des、 全然違う意味になりますので気をつけましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。Je vous dis à très bientôt! Au revoir! Qu'est-ce qui sent bon celui-là, disons?